はい、こんにちは。やっぱりね、こう過当競争にならないんですよね、古典的すぎて。特に力技っていうかね、量産っていうのは最も過当競争になりにくいんじゃないかなと私思うんですよ。多くの方が仕組みとかシステムとか効率とかって求めていって、そこにたどり着かないわけじゃないですか。要するにこうさまよってるわけですよね。でも基本的にはブログを書いて、そこにアクセスを集めて、バナーを踏んでもらって、注文があったらそれでいいわけなんですよね。結局人が求めてるものって常にあるわけですから、しかも変わんないんですよね、多分ね。だってアフィリエイトのバナーって多分ね、10年前から同じのですよ。自動車保険とか火災保険とか太陽光とかね、それから化粧品とかダイエットとか金融カードとか同じですよね。だから新しいのは出てきたって言えば、ここ何年かで暗号通貨が出てきたけども、あれも FX の口座開設とまあ似たようなもんなんですよね。で、報酬額は若干抑え気味になってきましたけども、それは全体の人口が膨らんできたんで、まあだいぶ調整が取れてきたのかなってところがありますけども、まあでも基本的に変わんないですよね。変わんないんで、多分それをしっかりとやれば稼げるんだと思うんですよ。で、私はセルフバックの手法を用いて今ポイントサイトやってるんですけども、まあポイントサイトから始めた方っていうのがね、やっぱり2万3万いくのがすごく大変なんですよ。で、やめてしまうってことになります。ただ私みたいに最初の2ヶ月間で10万とかできちゃうと、もうこれ1年間で100万とか見えますからね、簡単に。まあ、そう考えていくと、やっぱり今までやってきたことが、これからも力になってくれて、今までやらなかったことがこれからも自分の邪魔をするというね、この原理原則に沿ってるかなと思いますよね。で、量産っていうのはもう私たちはもう何でもないですもんね、当たり前だと思ってるんで。ただその量産せずに何とか成功しようと思うと、なんか FX とかなんとかツールとか暗号通貨の投資とかっていうのに心惹かれちゃうんですよね。ああいうのっていうのは本当にまあインチキだと私は思ってるんで、それでうまくいくんだったらうまくいきゃいいじゃんと思うんですよね。私の場合はまあ本当に足に地をつけて一歩一歩進むだけかなと思ってます。まあセルフバックどんどこいですよね。いまだにセルフバックが使えるというね。で、ブログもいまだに使えるし、結局ツイッターアフィリエイトっていうのも今流行ってないと思いますけども、結局できるんでしょうね。ツイッターって広告がやっぱり表示されて、で、単なるそのツイッターのツイートっていうのは表示されにくくなってるみたいなんですよ。フォロワーさんに全部届くかって言ったら全部届いてなくって、要するにね、お金をかけないツイートっていうのは反応が少ないっていうふうになってるんじゃないかな、アルゴリズム変わってるんじゃないかなと思うんですよ。まあそれは運営する方としては当然ですよね。課金しない人にいつまでも無料で使わせるかって感じですよ。だってユーザーはいくらでもいるわけですから。それこそ個人的に何の公益性もないようなツイートっていうのはあってもなくてもいいわけですから。まあ、YouTube もそうかなと思いますね。YouTube の広告収入私すごい高いんですよ、今。多分ね、考えられてるの10倍ぐらいありますよね。今月もすごい。まあ、こんなにあるんだと思いましたね。だからやっぱりやり倒すことかなと思いますし、その中で自分の得意分野とかね、どんな広告をつけるべきか。あ、そうだそうだ。私はね、動画をね、9分に意識するようにしたんですよ。8分から9分。というのが、8分を過ぎると、なんかミッドロール広告っていうのが出るらしいんですよ。以前は10分の広告に対して出たんですけども、今は8分の広告に対して出るんで、6分から7分ぐらいコンテンツができたら、まあなんとかしてもうちょっとつなげようかと思ってますよね。で、やっぱり8分前後にしてミッドロール広告もゲットするみたいなね、そういうふうなちょっと仕組みによっては、まあなんかね、広告を増やすようなところも見えてきたかなっていうことです。いってらっしゃい。